千葉クロスカントリー大会は、毎年2月に千葉市の昭和の森公園で開催されるクロスカントリー大会である。主催は日本陸上競技連盟。国際的な評価が高いクロスカントリー大会とされる IAF パーミット大会の一戦であり、大会は世界クロスカントリー選手権の日本代表選手選考会を兼ねて実施されていた。 前身は1962年に創設されて1965年までの間、例年1月に千葉市、ケミ川及び奈良市の市の会場で開催されていた全国断交競争大会である。1966年に全日本クロスカントリー大会へ開催となり、第1回大会が2月に奈良公園を会場として開催された。翌年以降は各年交代で、 東京大学ケミガワ総合運動場と奈良公園が会場として使用された。1987年の第22回大会以降は日本人選手に加えて外国人選手が招待されるようになり会場も奈良公園とケミガワ総合運動場に変えて昭和の森公園へと変更された。1989年第24回大会から 芝国際クロスカントリー大会へと解消された。中長距離種目の日本国内有力選手や外国人選手を招いて開催され、給料地に設けられた公園内の起伏を生かした一周約3000メートルのコースを周回して競技が実施される。直径0.5メートル程度の丸太が障害物として2カ所に設置され、福音は 最強5メートル以下となる走路が細かく曲折する。陸上競技場で開催されるトラックレースと異なり、芝、または土が大半を占める細かなうねりを伴った不整地及び自然の傾斜への対応が要求される。2012年第47回大会よりコース接点が変更された。2016年大会は全国中学生、 クロスカントリー選手権大会との閉催となり、国際の名称も消滅される。世界大学クロスカントリー選手権大会の日本代表選考会を兼ねて実施された。2017年大会は各種目ともに距離が大幅に変更された。それに伴い、世界クロスカントリー選手権大会の日本代表選手選考会ではなくなった。1987年、 第22回大会以降の男子12000メートル及び女子6000メートルの歴代優勝者記録であるセルゲイ・レベドライアンホールありがとうございます。